さんこんにちは。心の宝を探し出す地球ワクワク探検隊隊長の姉ちゃん小笠原と副隊長の旅人マリーシャです。なんか最近だいぶ涼しくなってきたね。ちょっと寒いくらいね、うん、ということでそろそろ10月になるということで、はい、ハロウィンの時期がやってきました。ハロウィンといえば、はい、去年私たち、うんうん、旅するスナックって月にね2回やってるんですけど、うん、はい、そこで変装しましたね。仮装仮装しましたね、うん、仮装したね、うん、でなんかその仮装の時には骸骨のメイクをやったので、うん、その骸骨メイクをマリシャが教えてくれたので、うん、その動画を今回はお伝えしたいと思います、うん、で、まあ、今回それだけじゃちょっと面白くないなと思ったので、うん、私たちの、うん、私たちの秘蔵写真を、はい、過去の秘蔵写真を公開しちゃいますか。公開しましょう、はい、それでは私からいきますか、うん、じゃんまあ私のちょっとホステス時代の時に、うん、それはすごいね。ホステスやって、うん、お仕事終わった後にハロウィン行くみたいな感じでいろいろやりましたよ。あ、終わった後になんだ。お店でハロウィンじゃないんだ。お店でもやってたんですけど、うん、その格好のままクラブ行ったりとか。へー、イケイケだね次はマリーシャさんの写真も公開します。私はね、日本でもやったりしてたんだけど、旅中にドイツでやって、うん、まあ、その仮装でクラブ行ったよねやっぱりクラブお決まりだよね。あのドイツ、そう、ベルリンはクラブ有名で行ったんだけど、うん、あとはメキシコ、これは結構印象的で、うん、あの映画にもなったさ、こう骸骨の、ね、うん、仮装するやつ、あれ結構メキシコ独特で、ちょっとお花びらとかとか、うんうん、花びらとかがついてる骸骨のメイク、うんうん、あれはねメキシコのね、あのちゃんとトラディショナルな場所に行ってやったの、うんうん、いいね、世界でもやってるんだね。そうなのよ、ね、こんな感じでそうそう、今日メインは動画をね、そうメインはそう動画なので、去年のお蔵入りした動画を今さら掘り起こして見せようっていう魂胆なんですわ。1年若い私たちをそうだね、はい、ご覧いただきながら多分元気で元気だね骸骨メイクご覧ください。ご覧ください。どうぞ。今日はハロウィンが間近だということでハロウィンメイクをやりたいと思います。まずはファンデーション塗るみたく、うん、顔真っ白に、うん、あのクッキーさんみたいなね、野生爆弾の、あ、今日はクッキーさん今日はクッキーさんのメイク、あの最終目的地はどこなんでしょうか。メイクしてる人の中では有名な、これ結構みんな使ってるみたいで、うん、ほらもう結構真っ白になってきた、うん、またこれ結構真っ白めにやってもいいんだけど、首とかまでやらないんだったらあんまりやると顔だけなんか白って浮いちゃうから、これもどうかなっていう感じなんですよ、うんうん、クッキーさんここにちゃんと見てますよ。クッキーさん近づいてってもさ、ちょっとベトベトしてるからクリーミーで、黒くするときあんまり大きく描くと可愛くないから、ちょうどいい感じに鼻と目の周りを黒くします。はい、大まかに作った方が多分怖くないから、うん、で、まあ、目の周りも黒くしていくから、もうね、目の周りを大きくパンダにするだけでだいぶ、うん、ドクロメイクに近づくのよ。なるほど。お、ほんとだ、すごい、ほらっていうところ、こう骨格を掴んでいくのがベストなんだと思うんだけど、雑具合がメイクでバレちゃう。次のステップは簡単なところから、この骨の割れを入れたいのね、うん、骨にひびが入ってる、うんうん、でもあんまりここに入れるとちょっと眉間にしわ寄ってるみたくもなっちゃうから、このやり取りが難しいんだけど、うん、でもなんかピッコロさんを意識してピッコロさん分かった、ピッコロさんを意識して いけばこう、ここにいっぱい歯を描いていくんだけど、うん、一回ここで口側っていうか、ここまでに一回何個歯が入るかを自分なりにこう決めた方がいい。うまくない？私口上がりすぎた。ここにね、これを作るじゃん、うん、ここにこの口がつながるから、ここで止まる、この 歯のところが、うん、うん、歯のところを白を強調してた方がいいの、歯をせっかく作ったから。なるほど。そう、ということでやってもらいながら完成しました。皆さんも良いハロウィンを楽しんでください。あ、
マレーシアめっちゃ元気じゃない？ね、びっくりした。どこにあんなパワーがあったんだろう。いや面白かった。そうで今年もハロウィンの旅するスナック、よろしかったら皆さん仮装するので、みんなも仮装して、はい、一緒にこの踊り踊りましょう。じゃ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 、何だったんだろうあれ。ということでお待ちしております。バイバーイ。バイバーイ。